それでは説明をいたします。これから助走した5人の選手が順番に登場します。入場後それぞれの選手にアピールをしてもらった後に会場の皆さんに優勝者を決定していただきます。本日は特別に、アッセンプシュンシュンさんに本格的なメイクをしていただきましたので、皆さん楽しみに仕上がり。用水やって。あ、やる。ごめん。
もういいか。あ、優勝した伊予選手の前へどうぞ。面白いことあるんで。じゃあ一言、優勝の、優勝したお気持ちをお願いします。やべえな。もうこれ、かけていきありがとう。